どうもこんにちは、ラツダ TV のフェイアンです。ゆかです。ゆかさん、今日は、はい、なんと、はい、鳥取市の方にやってきております。気持ちいいですね。はい、鳥取砂丘ですね。皆さん見ての通り、はい、鳥取砂丘め開放的、ね、天気は曇りなんですけれども、うん、ちょうどいい気温とちょうどいい湿っぽさと湿り気具合ですね。歩きやすいですね。はい、雨降って地固まるですね、はい、今日はですね、我々山陽を愛するラズダ TV が後悔しない鳥取砂丘の楽しみ方というのを今日はお届けできたらなと思っておりますので、ぜひね、最後まで見ていただければ必ずね、鳥取砂丘失敗のない後悔のないような旅ができるかなと思いますので、ぜひ最後まで見ていただければなと思います。これどういうテンションで行ったらいいのか教えてください。これ、いや、はい、本当はね、これダーッともう走っていくのがいいと思うのよ。やっぱりテンションのままに行くのがいいと思うの。ちょっとそれを表現してみてください。勝負しましょうか。いいよ、じゃあちょっとどっちが先に上がれるかちょっと勝負するんで。ゴー。あー。ちょっと砂丘の山の上まで着きました。見てください。日本海の大絶景。登った時の、うん、バーって日本海が見えるんで、やっぱその時のやっぱ爽快感というかね、登ったものにしか見えない景色ですね。これはありますね、うん、やっぱりね、だけどここまで来るとやっぱこうあんまりふざけたりとか、うん、もういらないなって、なんかいらないものを置いてきた感じがしますね。そう、もうなんか冗談とかそういうもの。あ、なんすかこれ。あれ、誰が、あれ、私じゃない。爽快感全然感じてないじゃん、ふざけてんじゃん。はい、上がってすいませんでした。あ、砂丘の落書きダメでしたっけ。え、ダメでした。やべ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 、なかったことに。でもね、この砂丘でも自分を売っていこうっていうその姿勢、はい、すごいと思いますよ。山陰で有名になる女、爪痕残そうっていうね、少しでも。自分で消しましたけどね、爪痕。はい、続いてはですね、ちょっと戻ってラクダに乗ることができるんで、やっぱりね、先にさ、ラクダに乗らなきゃダメだなって。リタ、いいの、リタ。じゃあちょっと向こうにね、ラクダの乗り場があるんで、はい、そちらに行ってみたいなと思います。電話さん、私もうね、歩くの疲れたんですよ。俺も、疲れた？疲れた。一回だけだよ。いいですか？一回だけだよ。ありがとうございます。はい、せーの。せーの。あ、楽じゃないですか。最初からこうすればよかった。本当だ、楽ですね、こうすると。いやー。こちらね、ラクダライドの乗り場になりますね。こちらで、あそこで受付をして、ラクダに、乗れるような感じになります。で、基本的に一人乗り、二人乗りできるんですけれども、二人乗りは、大人と子供のみで、大人二人で、二人乗りはダメなんですけれども。で、今日は、それぞれ、乗ってみたいと思います。楽しかった。楽しかった。いや、なんかいろいろこういろんな乗りながら解説聞いていいですね。私はね、まさかの案内人さんがラスタ TV の視聴者さんなんで、いつも見てますって、ありがとうございますっていう会話をしながら一周してしまいました。僕はね、はい、ラクダの気象とか、ね、いろいろ、ね、何歳とか、寿命がどれくらい。名前なんていうラクダになりますか？リサちゃんでした。リサちゃん。はい、続いてはですね、こちら、かき氷の専門店の方に、行きたいと思います。かき氷専門店。そうですね、ちょっとラクダライド終わった後は、はい、ちょっとね、さっぱりと休憩したいということで、潤、はい、いが欲しいですね。そうですね、こちらの鳥取砂丘の目の前にある、お店なんですけれども、看板があるじゃないですか。林屋のかき氷専門店。あ、本当だ。
そう。新しい感じだなって思ってたら、そうなんです。オープンされたんです。そう、うん。今年ね、これね、今年オープンしたばっかりなんで、わー、すごい。で、大変人気のお店になってます。ぜひ、ちょっとこちら行ってみましょう。はい。はい。ちょっとね、これね、気になるのが、プリン氷とシナプリン氷が、うん、あ、本当だ、ね、何が違うんだろう、何がプリン氷の方が通常のカラメルソースでして、シナプリン氷の方が粉末状になったカラメルソースです。へえ、じゃあシナプリンしかないね。そうですね。すごい思ってたのと全然違う、ね、うわーでかっ、すごい。ぜひこの大きさ分かりますか、私の顔、私の顔が分かんないから。かき氷の美味しい食べ方ってのがちゃんと書いてある、ちゃんと書いてあるんですか。まずは頂上部分から食べ始めてください、うん、頂上部分から、そう、うん、で一口目が美味しい瞬間の一つなので、うん、他を最大限生、うん、かして生かしても堪能してください、うん、あのショートケーキの一番初めの角から食べるみたいな感じです ね、 ですね。いただきます。うん、どうですか。デリシャー、美味しい。え、待って、プリンなのかかき氷なのか。でもシャリシャリしてるし、うん、何なんだろう、わかんない、わかんない、新食感ですよ。新食感、プリンの味がするけど、でもかき氷だし、シャリシャリしてるし、中になんか入ってました、入ってる、え、カスタードが見える、ほら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 、あ、本当だ、うん、え、これ途中も飽きずに食べれるな。うん、はい、続いてはですね、こちら鳥取砂丘からリフトに乗って、上がってきたところの施設ですね、砂丘センター見晴らしの丘という施設に来ました。で、こちらではですね、あのお土産だったりとか、あとご当地グルメの梨ソフトクリームが食べれたりとかですね、あのあと見晴らしのね展望台があったりとか、あの砂丘を一望できるところがあるんで、ぜひね鳥取砂丘来たらリフトに乗ってこちらにも立ち寄っていただきたい。ここでお土産とかね買えますので、はい、分かんない。白うさぎのちょっと定番のところがね並んでます、ね、かわいいですね。なんか すごいお土産がたくさんあるから何を買っていいのか迷っちゃいますね。あ、見て見て、ちゃんと卵のパッケージになっててすごくかわいい。あ、やっぱり鳥取で言ったら梨ですね、20世紀梨。お、スノバコーヒーのお土産も高めの、ね、鳥取県知事がね、そう、鳥取県知事が今じゃもう人気ですからね。え、いろんな種類がありますね。スノバコーヒーもスノババームクーヘンとかもある。これ美味しそうだな。はい、じゃあね、ちょっとね、やっぱこの砂丘センターに来たら、うん、やっぱり、うんうん、梨ソフトクリーム食べないと。ご当地のね、ご当地のね、やっぱ鳥取といえば梨ですから、これ選べるんですけど、うんうん、やっぱり一番人気はこの梨ですね。おお、すごい、梨の色してる、やっぱり。わー、ほんとだ、ありがとうございます。こちらはですね、砂丘が一望できる展望台です。イエーイ。いやー、いいですね。ここでね、やっぱりこの梨ソフトを食べるというのがやっぱりお決まりではないでしょうか、うん、この梨ソフトね、こうやって口元にやってるだけでめちゃくちゃ梨の香りがするんですよ。そうですね、うん、いいですか、食べて、うん、じゃあいただきます。いただきます。うん、うん、あ、すごい、梨の香りとこの風味がすごいして、なんかね、すごいさっぱりしてるけど、うん、後味甘くてすっきりと あっさり食べれますね、うんうん、口触りもすごい滑らかですね、うん、ほぼ梨ですね。ダメだな。今日ね、いろんな、スポット行きましたけれども、はい、この近くにね、砂の美術館っていうのがあって、あのそこはね、あの砂像でいろんなこう展示品が並んでる、バーって並んでる美術館になるので、ぜひね、そちらの方も行ってみていただければなと思います。すごい、時期によっていろんなこう砂像作品が見れるので、もう鳥取砂丘での、ね、定番スポットなので、ぜひ鳥取砂丘に来たらすぐ近くの砂の美術館の方にも立ち寄ってみてはいかがでしょうか。どうでした、ゆかさん、今日鳥取砂丘回ってみて。いや、なんかすごい満喫しましたよ。満喫しましたね。何って、でもあの鳥取砂丘のそびえ立つ砂の壁、はいはいはい、あれを登り終えた時はすごい達成感がありましたね。いいですね、やっぱこうパッとバーッとこう日本海が広がった時の
爽快感というか、あれはもうここならではですね。よく登山するじゃないですか、はい、大山とか三瓶山とか登るじゃないですか、はい、どっちが爽快感ありました今日と。もう断然鳥取砂丘です。どうですか遅かったな、だいぶ遅かった両方爽快感がね、はい、あるということで、やっぱいいですね。そうですよ。ちょっとね、さっきまでリフトが動いてなかったんですけど、ようやくリフトも動き出したので、見晴らしの丘まではリフトが出たら、これね、5分で上がってこれますので、車で上がってきてもいいんですけれども、でもやっぱリフトの方がね、景色が楽しめるので、ぜひリフトをお勧めしたいなと思います。せっかくね、周辺に、まあ、こういったご当地グルメとか、展望台とか、美術館とかいろんなスポットがあるので、効率よく楽しく、ね、ちょっと回っていただいて、大満喫の、鳥取観光を楽しんでいただければなと思います。